清水城は、鹿児島県鹿児島市清水町にあった中世城郭。暦応4年、島津貞久は、東福寺城を攻め落とし、島津氏の本拠としたが、海岸に迫った小山を使った東福寺城は、要害の地ではあるが狭く平時の政務には適さなかった。そのため、貞久の息子、氏久は、嘉慶元年、やや内陸に居城を移した。これが、清水城である。清水城は平地にある館と裏山に築かれた5詰めの城の二重構造になっており、その後の島津氏の城の基本型となった。その後14代当主、島津勝久まで、島津氏当主は、この清水城を本拠地としていたが、天文19年、15代当主、島津隆久は、清水城からさらに海岸に近い内城に館を移し、清水城の館跡地には、大城院が築かれ、清水城の幹部は廃城となった。しかし、5詰めの城までは放棄されなかったらしい。慶長6年、徳川家康から所領と家督を安堵された島津忠常は、鹿児島城を築き始めるが、忠常の父、義弘は、関ヶ原の戦い後で、政情不安な時期に、鹿児島城は、要害の地ではなく、本拠として、不適格であること。家臣も新城建築の負担に耐えないとして、既存の城である、清水城か一宇治城を使うように苦言を呈した。しかし、忠常は、鹿児島城建築に固執、慶長9年に、鹿児島城が完成したため、清水城は、実質的に廃城となった。館跡が大城院になったのは、上記で述べた通りだが、大城院は、廃仏毀釈で廃寺となり、現在跡地には、鹿児島市立清水中学校が置かれている。そのため館には、城郭以降は全く残っていない。5詰めの城としての清水城へは、鹿児島市立清水中学校脇からと城道があり、一部記載に誤りがあるが、地元有志により案内図が設置されている。郭屋から堀、本丸には土塁、本丸下には、稲荷から堀なる堀切仁の遺構が残ってはいるものの、各郭屋は、後世、寺院、開墾などで使用されていたため、改変が多く見られ良好とは言えない状態にあり、また本丸を除きあぶかしている。また散策路も、倒木等で荒れていて見学がいささか困難な状態で、特に北郭への道は進むのが困難な状態にある。ありがとうございます。